キルデリク一世の印象指輪、チャイルダーサイレジスと記されている。実物は、トゥルネーの墓から発見された。キルデリク一世は、フランク人サリ族の王で、西ローマ帝国の軍人としては、第二ベルギ家族衆の族衆総督。フランク族を統一して、メロビング朝を開いた、クロビス一世の父である。キルデリクは435年頃に生まれた。 トゥールのグレゴリウスによれば、父は、フランク人サリ族の王メロビクスで、ニセフレデガリウス年代記によれば祖父は、ローマ軍の将校クロディオとされる。450年頃、キルデリクは、フランク族から追放された。年代記を記した聖職者たちは、その理由は、キルデリク一世の放らな私生活に、フランク族が不満を抱いたからであるとする。その期間のキルデリクについては、 プールのグレゴリウスは、チューリンゲ族の王、バシンと彼の妻であるバシナ王妃のもとに身を寄せていたとし、ニセフレデガリウス年代記は、コンスタンティノープルの皇帝マルキアノスのもとに滞在していたと伝えている。キルデリクは458年頃にフランク族のもとに戻り、父メロビクスの地位を引き継いだ。ランス司教レミギウスによれば、キルデリクはローマ帝国において、 重要な地位を占めた役人の一人であり、第二ベルギ家族衆の統治者として、ローマの称号によって識別されていた。463年、ゴート人の王王テオドリック二世が、ローマ皇帝セウェルス三世の命令で、ソワソン管区へと侵攻を開始すると、キルデリック一世は、ソワソン管区の将軍、アエギニウスに味方し、テオドリック二世の弟、フレデリックを戦死させて、 テオドリック2世を撃退した。アエギニデウスの死後、キルデリク1世は、アンジェの米酢であったパウルスを支援した。パウルスは、ローマ人とフランク人と共に、ゴート族を倒して、戦利品を獲得した。オドアケルの指揮するサクソン人がアンジェを占領したが、キルデリク1世は469年に、アンジェを取り返した。アンジェを解放した、キルデリク1世は、 ロワール川の大西洋側の河口の島々まで、サクソン人を追いかけ、そこで彼らを虐殺した。476年から481年の間に、キルデリク一世は、オドアケルと連携し、イタリア進行を企てたアラマンニ人に対抗した。キルデリク一世は481年、または482年に死亡し、トゥルネーに埋葬された。キルデリク一世の死後には、 彼の息子であるクロビスが地位を継承した。金の8キルデリク一世の墓は1653年に、ベルギーにあるトゥルネーへの12世紀のセーブリス教会から、さほど遠くないところで発見された。金やガーネットのクロアゾネ、ローマ帝国の金貨、十字型のフィブラ、金でできたお牛の塔、ローマ帝国の行政文書を認証するための印字、王の名前が彫られた指輪、 など多くの貴重な品々が発見された。およそ300の金でできた鉢、またはセミも王のマントの上に置かれた状態で発見された。出土した金貨の大部分はコンスタンティノープル由来のものであり、それはキルデリク一世と東ローマ帝国との強い結びつきを想起させるものだった。さらにはローマ帝国になかった馬の蹄鉄までもが出土している。 南ネーデルラント総督であったレオポルト・ビルヘルム大公はこの発見をラテン語で出版させた。宝物はまずウィーンのハプスブルク家に渡り、次にルイ14世に送られた。彼は宝物に感銘を受けず、それを王室の図書館に保管した。ナポレオンはよりキルデリックの蜂に感銘を受け、ブルボン家のフルールドリスの紋章にまるシンボルを探していた。彼は フランス帝国のシンボルとして、キルデリクの鉢を設定した。1831年9月5日から6日に、かけての夜に、図書館から約80キロ分のキルデリクの宝が、盗まれ、溶かして、金にされた。2体の鉢を含むいくつかの宝物は、セーヌの隠れ家で発見され、回収された。しかし、現在、宝物の記録は発見された当時に作られた素晴らしい。 版画とハプスブルク家のために作られたレプリカとしてのみ存在する。トゥールのグレゴリウスは歴史十巻の中でキルデリクがフランク人の妻たちを誘惑したとして自身の王国から追放された話を記録している。彼は追放を解くための交渉を友人に依頼し、その冠中人間のバシン王と彼の妻であるバシナ王妃のもとに身を寄せた。 キルデリクと友人は一枚の金貨を分割して、所持していた。八年後、追放が解かれたとの知らせが、金貨の片割れと共に届いたことにより、キルデリクは、知らせが正しいことを確信し、自身の王国に戻った。その頃、バシナは王と離縁した。キルデリクは後を追ってきたバシナに告白され、二人は結婚した。キルデリク一世は、バシナと結婚し、 以下の子供を設けた。妻のバシナについては、トゥールのグレゴリウスは、中輪玄族の王妃であったとし、フランスのルネ・ミューソグラールは、キルデリク一世がコンスタンティノープルに滞在していた、時期に目取ったビサンツ宮廷に近い女性であったとしている。ありがとうございます。